はじめまして、PyMonstudio の設立者の一人であるギーモーセバスさんです。本日は Web3 エンジンを開発している p y m ース s t u d i o についてお話ししたいと思います。まずは p y m ース s t u d i o のビジョンです。今 Web3 アプリケーションを開発しようとしている会社が多いのですが Web3 のアプリケーションを開発するのはあまりにも難しすぎて結局多くの会社がやろうとするのは Web2 のアプリケーションを開発して、それにどうにか NFT もしくはトークンを連携させようとすることです。なのですが、PyMyStudio がやろうとするのは、Web3 エンジンによって、Web3 のアプリケーションを Web2 と同様に簡単やフレキシブルな方法で開発できるようにさせようとすることです。でなぜ Web3 がそんなに難しいかというと、まず書くことが難しいからです。 特にソリティ,ィというブロックシーンに特化したプログラミング言語も必要ですし、やるにはブロックシーンの構築の知識も必要です。そして従来のプログラミング言語ツール、SDK なども使えません。それをどうにか超えて開発したといっても、コードの換算も高いし、従来のテストインフラも使えないところで、 動作確認も難しいです。で、我々はど,れどうやってそれを解決したかというと、我々は新しいエンジンを開発しました。それを Pyma エンジンと呼んでいます。このエンジンは NAT ベースなものなので、ユーザーが NAT を持つようにはなります。でその NAT がユーザーのアイデンティティとなっていて、 例えばゲームであれば、そのゲーム内のユーザーの価値、負け、アイテム、履歴、装備などがその NFT と連携されます。でその NFT プラス連携されたデータを Stateful NFT と呼んでいます。でその NFT がブロックシーンに、えー、あるので、えー、簡単に NFT マーケットプレイスやブロックシーンにある、えー、DeFi などスマートコントラクトと、えー、組み合わせることができます。で このエンジンの特徴としては、リアツー・シュルションというリアツー技術を利用しているところで、トリキーフィーもかなり低いですし、そのデータの連携方法を好きなプログラミング言語で指定できます。例えば JavaScript でも Rust でも C-Sharp でも好きなプログラミング言語何でも使えます。そして、 このレアツー2ソリューションは他のレアツー2と違ってブリッジを使う必要もありません。ということはそのユーザーが持っている NFT がウォレットユーザーのウォレットから出ないためブリッジのリスク、ハッキングのリスクも圧倒的に低いソリューションとなります。で、スクリーンなプログラミング言語が使えるってことは将来的にはゼロ式証明や AI などそういった先端技術を利用することも全然できます。 で、ちょっとピンとこない方もいると思うので、まずちょっと2つのユースケースをちょっと紹介したいと思います。まずは、看護地に行って、えー、ポイントをもらって、商品をゲットするようなユースケースを紹介したいと思います。Web2 でそのユースケースを実装しようとすれば、すればまずユーザーがメールアドレスで登録をします。で、看護地行くと QR コードをスキャンしてポイントをもらいますで。そのたまったポイントで商品をゲットするような 流れとなりますが、えー、問題は3つあります。1つ目はサーバー代がかなりお金かかります。2つ目は加盟店を増やすのは難しい。ですがというと、えー、基本団体もしくは政府の強化が必要で、かなり時間かかる場合があります。3つ目は、えー、互換性が低いです。特に、えー、地域によってシステムが異なる場合がよくあるので、例えば大阪、京都と違うシステムを導入しているため、 えー、大阪、えー、じゃなくて、関西を良固、えー、すると、ちょっといく,ついくつかのアプリをダウンロードしないといけないようなことがよくあります。でそういった問題を Web3、じゃあ Web3 で解決しましょうというような、えー、と言ってる方が多いのですが、Web3 の問題なのは UX がちょっと難しいです。具体的に言うと、基本、ユーザーは復元フレーズを作らないといけない。 で、その、えー、それに観光地行くとよくわからないトークンや NFT をもらうようにはなります。で、商品をゲットするには、その、えー、もらった NFT やトークンをどうにかまとめて取引をやらないといけないようにはなるんですけど、特に ESARIAM だと取引一件には一つのトークンしか送れないので、ちょっとその、えー、取引をまとめるのは難しいようにはなります。で、そういう、えー、UX なのですが、それでもディミレットはまだいくつかあります。 特に、えー、加盟店を増やすのもまだ難しいです。なぜかというと、新しい加盟店を増やすとすれば、新しい NFT を発行しないといけないし、えー、共通のスマートコントラクトがあれば、それを変えないといけないようにもなりますので、結局、開発がまだ難しいです。で、二つ目の問題としては、取引費が高くなります。特に、ユーザー側からすると、まあ、そのまとめるための取引費がちょっと高すぎるようなケースもよくあります。 その中でも、その中で結局表せ,る表せるデータが乏しいです。具体的に言うと、この NFT が結局観光地に行ったかどうかしか表していないので、結局その観光地で何をやったとか、そういったデータを表すことはできません。なので、まあ、Web3 でやりましょうっていうような方が多くいるのですが、 ちょっと難しくはなります。なのですが、PyMon engine ンンでこれを実装すると結構簡単にはなります。まずはユーザーに Stateful NFT を送ることです。で、そのユーザーが観光地に行くと、その店や団体などがその NFT にデータを連携させます。で、そのデータ型を対応している店に行くと、簡単にそのデータを 利用してポイントを還元して商品をゲットすることもできます。ということは Web3 のメリットを継承しながらも Web2 みたいな UX や開発方法で実現できます。で今までは簡単な Web3 なユースケースだったのですが実はこの技術をゲームにも使えます。具体的に言うと今ブロックシーン上のゲームを作ろうとしている会社が多いのですが えー、ブロックシーン上でゲームを作るのはちょっと難しいので、えー、Web2 のゲームを開発してとにかくそれに NFT を連携させようとするプロジェクトはほとんどです。で問題としては、えー、ゲームが Web2 のサーバーに存在しているってことは、えー、ブロックシーンからそのゲームのデータを読み込むことができません。ってことはそのゲームを開発している会社がある意味でブリッジ。 えとなるので、まあ、ブリッジのリスクは避けられません。しかもブロックシーン上から、えー、ゲームのデータが読み込めないため、えー、なかなか DeFi とかレアワン1のスマートコントラクトとこ、えー、との組み合わせはできないため、まあ、収益モデルとしては、えー、初期の NFT の購入を収益モデル、えー、として使うしかほぼありません。なので、 それによってプレイトゥー r m みたいなと呼ばれているモデルが現れてきて、それはまず NFT を購入してるのはたくさんのお金を使わないといけない。で、ユーザーが増えれば増えるほど、その初期の NFT を買うためのお金が買うに必要なお金が増えるようになるので、ちょっとブーンとなって、 でユーザーの、えー、ユーザー数が減るようになったら、もう急落するようにはなるような、えー、形にはなってしまいます。えー、なのですが、PyMan、えー、エンジンを利用してゲームを実装しようとすれば、結構よりフレキシブルな、えー、もので、いろんなゲームが簡単に作れるようにはなります。例えば、えー、ポケモンみたいなゲームを PyMan、えー、エンジンで実装しようとすれば、そのポケボールを s t a y f u l ィ t と 指定しますでそのポケ、そのポケボールで、えー、どのポケモンが入ってるとか、そのポケモンのレベルとか、体力、動作、対応できる動作など、そういったものを簡単に連携できます。ってことは、えー、ポケボールの販売で、まあ、収益モデルとして使えますし、そのポケボールを NFT マーケットプレイスに載せると、 えー、みんながそのポケボールに、えー、どのポケモンが入ってるとか、えー、全部見えるので、えー、そのユーザーの進捗なども、えー、収益化できることもできます。で、こういうプラットフォームも一応たくさんのブロックシーンに載せられるのですが基本的に EVM、ツリティを対応しているブロックシーンに何でも、えー、載せられますがこれから目指していくレアワンとしては スター、ミルコミナ、ワイシース、アルゴランドとミナです。で他にゲームの SDK を作ろうとしている会社がありますが、基本、PyMyStudio が一番対応している機能が豊富で、一番分散なプラットフォームではあります。なぜそんなに分散を継承しているかというと、ま e a 2 s o l ーションという、まあ、リア a 2技術を 利用しているところで、レアワンの分散をそのまま計承できるというメリットもありますし、それだけじゃなくてブリッジのリスクもないので、そういった中央集権の部分もありません、そういうリスクもありませんというところがあるので、非常にいい解決というか、ソリューションとなります。イマルエンジンを ちょっと利用してみたいと思う方がいると思うのですが、まあ、エンジンがまだ開発中なので、えー、利用できる方法には今のところだとちょっと制限がかかっています。えー、基本的に B2B、えー、の会社であれば、PyMyEngineProfessional という、えー、プログラムに加入することができます。このプログラムに加入すると、PyMyStudio、えー、が、えー、そっちの方に PyMyEngine の使い方など、 全部快速教えるようになって、授業を卒業したら、えー、パイメンチンプ,プロフェッショナルズに、えー、加入すること、えー、となって、サイト上に載せられるようにはなります。えー、なのですが、B2B ではなく B2C の会社であれば、えー、2つの方法があって、簡単なアプリであれば、えー、我々はテンプレートを提供するようにはなるので、まあ、そのテンプレートに基づいた 基づいてゲームやアプリを開発することは全然できますがその、えー、テンプレートの中に自分の、えー、アイデアが含まれてない、えー、のであれば、えー、逆に p y、えー、イマーエンジンプ e フェ o ナルズ s i と所属している、えー、それに所属している会社と協力して、えー、アプリを作るしかないようにあなります。 処理的には、まあ、このエンジンなどを全部、えー、誰でも使えるようにさせるようにはなるのですが、まあ、ちょっとエンジンがまだ開発されている当時なので、まあ、こういう形で、えー、提供するようにはなっておりますで。ロードマップをもっと詳しく見ると、えー、まず Pyma Engine ンンを利用している初めてのゲームがもうすでにリリースされています。Pyma Engine Professional's のプログラムも始めましたし、 テンプレートもでにいくつか用意しています。3月あたりに、アスターやカルダの他のチームも使えるようになるために、クロスチンのソリューションも追加するようになっております。Q2 はタイマーのー S の s t a y f o o n f t を対応するための NFT マーケットプレイスも導入する予定でもあって、これをオープンソース化するので s t a y f o o n f t を対応したいマーケットプレイスは簡単にその HDK によって s t a y f o o n f t の対応を追加できるようにはなります。あとモバイル HDK のリリースも目指していますし、第2アプリのリリースも目指しています。 で今年の後半の方には Pyma e n g ン n e を、えーかんたえー、完全に外部へ公開し、誰でも使えるようにさせる予定です。ですえー、そして、えー、パイマーエンジン用の、えー、GK、SDK の開発も、えー、入るようにはなります。で初めてのゲームがもうリリースされたようなことを言ったと思うんですけど、具体的にどういう感じのものかというと、Unity で開発されたゲームとなります。 でジャンピンポンみたいなゲームで、まあ、1対1の、えー、戦略的なゲームとなっております。で1日目で、えー、5桁の取引があって、えー、ユーザー、えー、の勝利や負け、解消したキャラクターなど全部がそのユーザーが持てる NFT に記,載され、ま、記録されますで、えー。NFT なしでこのゲームはプレイできるのですが、NFT なしでプレイすると、まあ、自分の勝利や負けなどが、えー、記録されないので、 結局そ、そのために買った人がたくさんいて、1300個を売れました。ってことは、ゲームをやるには別にこういう n f t を買う必要はないと言っても、どうしても自分の進捗を保存したいと思う方がいるということは証明されました。平均ユーザーが5回 もうこのゲームをプレイして、一応1ラウンドが0.5円ぐらいをかかりました。で、一応なんかもっと詳しくパイマーエンジンで何,を何ができるというのを、えー、興味を持っている方であれば、まあ、一応、えー、こういうすごく複雑いろんなキーワードバーンと並べるような、えー、ストライドも用意しましたが、まあ、興味を持っている方は、まあ、ちょっと、えー、こういうキーワードをいっぱい、まあ、検索したりして、 えー、もっとピント、まあ、構築などはもっとピントくるようにはなるのではないかなというふうには思っています。で、以上となりました。えー、もしパイマーエンジンやパイマスタジオについて興味を持っていれば、ぜひ、えー、私のメールアドレスに、えー、問い合わせをして、えー、これから一緒に何かをやりましょう。ありがとうございます。